ご覧いただきありがとうございます。ちんちんです。伸びすぎてバランスが悪くなってしまったピロデンドロンを下で直すことにしました。葉っぱがもさもさっとしてて綺麗なように見えながら、結構株元土に近い方は葉っぱが落ちてしまって、すごく、作りにくいというか見苦しい感じがするので、細かく切ってたくさんの葉っぱを出してもさっとさせていきたいなと思って作業しました。まずは花瓶の背の高さに合わせて挿し穂を作っています。この挿し穂はしばらく水栽培で発根させてからやがて土に植えようかなと考えています。どこの節で切ろうか、鉢の方には何枚の葉っぱを残すのかっていうのを考えながら切りました。もともとがこのヒロデンドロン、カット枝から増やされていて、節から根っこが出てるんですけども、根っこが出てるとこからの下の節もだいぶ長く土に埋まってるんですよね。そこが黄色く変色してるんですが、今回もこのまま土に埋めてしまおうかなと思います。大きめの多めで開けた穴にぴったり合うように赤玉土の大粒を配置しました。ネットを使わずに小粒の用土が流れ出ないようにする作戦です。オルトラも忘れずに入れました。支柱も土が少ないうちに設置していきます。植物の方は植え替え前でカラカラに水を切っていたので、土を準備している間に活力剤につけておきました。根っこが広がるように一株ずつミルフィーユ状態に植え込みました。この後水やりして鉢をビニールで包み養生中です。鉢の方はちょっと寂しい感じですけども、根はほぼ傷めずに植え込んでいるので、夏の間に茂ってくれるかなと信じています。ご覧いただきありがとうございました。